説明を求めます。国務大臣、小此木八郎君。ただいま議題となりました、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案につきまして、趣旨をご説明いたします。この法律案は近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺、並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為のように供されることを防止するための措置について定めるものであります。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。第二に内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲、おおむね1000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設、または当該国境離島等の機能を阻害する行為のように供されることを特に防止する必要があるものを注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が、当該土地等を重要施設、または国境離島等の機能を阻害する行為のように供し、または供する明らかな恐れがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為のように供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなく、その勧告にかかる措置を取らなかったときは、当該措置を取るべきことを命令することができることとしております。第4に内閣総理大臣は、注視区域にかかる重要施設または国境離島等について、その機能が特に重要であり、またはその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設または国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないこととしております。第5に内閣府に土地等利用状況審議会を設置することとしております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内で政令で定める日としております。以上が重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。よろしくお願い申し上げます。ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。中谷